皆さんいかがお過ごしですか。福島恵美です。今日の熊本市政だよりテレビ版は危機管理防災総室からのお知らせです。11月5日火曜日に県民総参加型の地震対応訓練熊本シェイクアウト訓練を実施します。この訓練は災害から身を守るための日頃の備えや災害発生時の初動対応の確認、防災意識を高めることを目的とし、安全行動をその場で行うだけです。訓練開始の合図があったら次の3つの安全行動を行ってください。姿勢を低くする、頭や体を守る、揺れが収まるまで動かずに待つです。訓練開始の合図は防災行政無線、災害情報メール、緊急告知ラジオで配信します。合図配信の前には必ず熊本市からの訓練放送であることをお伝えします。その後に緊急地震速報のチャイム音が鳴ります。訓練開始の合図と緊急地震速報のチャイム音が数回繰り返されますが、落ち着いて訓練を行ってください。なお今回の訓練では携帯電話会社からの緊急速報メール配信はありませんのでご注意ください。では改めて緊急地震速報や J アラートシステムについてお伝えします。緊急地震速報は震度5弱以上の地震が想定される地域に携帯会社の緊急速報メールや J アラートシステムによって伝達されるものです。 J アラートとは気象関係情報や有事関係情報を人工衛星を利用して地方公共団体に送信し、市町村の防災行政無線などを自動起動するシステムです。熊本市でも防災行政無線、災害情報メール、緊急告知ラジオを通して緊急時の情報を伝達します。この機会に災害時の情報獲得の手段についても改めて確認しましょう。熊本市政だよりテレビ版、次回の放送は11月8日です。ぜひご覧ください。